加藤純一さんが先日配信で切り抜き動画を流行らせた先般とひろゆきさんに不快感を表してました。しかしゲーム実況動画は切り抜きや著作権無視の無法地帯になるのが問題ですが、ひろゆきさんのように雑な配信が短い時間で見るのはありがたいので、加藤と直接お会いになって誤解を解いていただきたいです。で、加藤さんがそう思うんだったらそうでいいんじゃないですか。誤解でもなく、本人が思うことなので、僕が決めることでもないんじゃないかなと思いますけど。